始まりがあれば必ず終わりがある。東京で一人暮らしをしている大学生ののぞみと、なぜか家に来ていた母。何、またイケア行くの？違うわよ。二人は互いの思いに触れながら、それぞれの立ち位置を見つけていく。君は頑張る超特急、光タイプ。